カノロ,ロス・パプーリアスはギリシャ共和国の政治家。2005年3月から2015年3月までの10年間ギリシャの大統領を務めた。日本の報道ではパプリアスと表記されることが多い。1929年6月4日にヤニナで生まれた。学生時代には陸上競技とバレーボールで優秀な成績を収めた。法学の学位を アテネ大学から修士号をミラノ大学から国際法の博士号をケルン大学から授与されている。母語のギリシャ語のほか、ドイツ語、イタリア語、フランス語を話すことができる。第二次世界大戦中にはギリシャを占領していたドイツ軍に対するレジスタンス運動に参加していた。ゲオールギオス・パパドプロスによる軍事政権時代には亡命先から民主化活動を行った。 全ギリシャ社会主義運動の創設者として、アンドレアス・パパンドレウの補佐役を務め、1977年に国会議員に選出されてからは、幾度か大臣を務めた。1985年から、全国スポーツ協会の会長を務めている。PSOK、OK、創設時から、党の中央委員会のメンバーの一人である。妻との間には三人の娘がいる。 2004年12月12日に新民主主義党の党首であるコスタス・カラーマンディス首相と PSOK、OK、a 党首のゲオルギオス・パパンドレウはパプーリアスを大統領候補に指名した。翌年2月8日に議会の圧倒的多数の賛成を受け大統領に選出された。2005年3月12日にギリシャ共和国大統領に就任し、2015年3月13日に退任した。 ありがとうございます。